まあ、今回で3作目なんだけど、ボードへの考え方が変わってきて、まあ、1作目は、まあ、板のトーションをすごく使えるように、低速域でも板をやっぱ扱いやすいようにっていうので、まあ、フレックスが割と柔らかめでトーションを使えるような板をイメージして作って、で2作目は、まあ、もう少し高速域だったりでも頼りになるように、ちょっとフレックスに張りを持たせるためにカーボンを入れたんだけど、まあ、3作目ではその2作目のカーボンを入れた状態の中に、まあ、あの軽くしたいなって思って、でもやっぱり乗り心地は変えたくないから、まあ作りはそのまま2作目のまんまで、まあ、軽くできるにはどうしたらいいんだろうっていうので、アウトライン、あとボトムデザイン、まあ、その2つは変わってないんだけど、まあ、変える必要がこの板はないなっていうのもあって、ただ1作目2作目って乗ってきて、まあ、日々乗ってる中で飛んだ時にちょっとノーズがやっぱりテールより長い分重いなって思うことがあったから、まあ、軽くする部分をノーズ側に集中させて、まあ、そのちょっと重いなって思ってた部分も解消できて、で、まあ、板自体も軽くなってっていうのが、まあ、一番の魅力、まあ、より多くのユーザーの人にも乗ってもらいたいなっていう思いもあったし、北海道の軽い雪、深い雪、まあ、旭岳エリアとか行ったらやっぱり158でも浮かない時があってっていうのを何度か経験して、まあ、常にメインで乗るわけじゃないけど、ここぞって時はやっぱり161だなっていうコンディションの時も結構あったから、まあ、そういう時に使えればいいなって思って追加したサイズなんだよね。アップダウンのある長い尾根を歩いたりとか、まあ、今日はゆっくりじっくり、まあ、時間をかけて登って、まあ、一本気持ちよく滑って、そういったスノーボードをしたいっていう時にスプリットを使いたくなるし、気持ちよくゆるくスノーボードをしたい時なんかも、結構使ったりするかな。はい、今までサロモンの中でも何本もスプリットがあって、まあ、すごく調子が良かったんだけど、やっぱり自分がまず HPS を作っているっていうので、まあ、自分の板を割って乗りたいっていう純粋な思いがあって、でまあ欲しいなって思ってて、だからまあそれが、まあ、最初の一番強い思いだったんだけど、スプリットってまあ板を割ってるから、それをつなぎ止めるパーツだったり、バインディング以外にも歩く時に使う部分のパーツだったりとか、純粋にいろんなものがくっついて重くなってるから、もっと普通の板みたいに軽ければさらに楽しい道具なのになって思ってて、だからまあそれが2つ目の理由で、まあ、自分の板を割りたい、で軽い板を作りたい、そうだからまあそれを自分のスプリットで表現できたらいいなって思って、そうだからその思いもあって、まあ、HPS の3作目を作ったっていうのも、まあ、理由の一つで、そう普通のスノーボードとしてもスプリットでも同じ機能を使えれば、自分が求めていることが全部ビタッてはまるっていうか、ストレスに感じる部分が解消されて、すげえ調子いいものができるなって思うのがあって、だからまあ3作目の HPS、 普通のスノーボードと、まあ、スプリット、まあ、同じタイミングでこう出したいって思ったっていうか、まあ、思ったっていうより必然的にそうなったっていう感じかな。まあ、自分にとって、まあ、理想のバインディングっていうのは、まあ、自分がしたい動きを制限されない自由度の高いバインディングで、し
かり板と自分の足にくっついてるんだけど、なんか動きを制限しない、こうなんだろう、360度の方向に膝が動くような、でもしっかり止まってるっていうような、うん、バインディングがいいかなと思っていつも選んだりまあ作る上でもそこをすごく考えて作ってる。例えばターンの時に前後ろだけじゃなくて、前に膝を入れて板を走らせるのを助けるような、まあ、膝を送り出すような動きとか、でもやっぱり低速でも高速でも 3D 地形を滑ってるから、まあ、しっかり板を自分にくっつけて止めてくれるっていうのを、まあ、しっかりできるバインディングがいいなと思って考えてる。まあ、変わったというよりかはより洗練された、うん、感じになったのが、まあ、この2作目かなって思ってる。トゥーストラップが細くなってフィット感良くなって、うん、アンクルも変わって、つま先の上がりをもうなくしてフラットにしたことが一番大きな特徴かなと思ってて、なんかあるなって思ってたものがなくなる感覚っていうか、なくなったっていうのが一番最初に使った時に、あ、これだよなって思って、そう、だから本当よりどんどん洗練されて、でも、うん、耐久性とか信頼度はそのまんま高くてっていうので、本当もうこれ以上今のところいじりようがないっていうか、そう、自分的に満足してて、うん、次変えたいところは今何も思いつかない状態まで仕上がったかなって思ってる。純粋にスノーボードを楽しむ人、まあ、なんか技とかをしなくても板を走らせるっていうシンプルな遊びを楽しんでる人にはなんか感じてもらえるんじゃないかなって思うから、そういった人に乗ってもらいたいなっていう思いがあるのと、でもまあこの板で自分は、まあ、ジャンプだったりとか、そういうスキー場にある人工物じゃなくて自然の地形とかだったら十分フリースタイルも遊べるようになってるから、まあ、そういうフリースタイルなフリーライディングが好きな人にも乗ってもらいたいし、まあ、でもトーションもすごく考えてボードもバインも作ってるから、サーフライフの人にも乗ってもらいたいし、まあ、なんか多くのユーザーに乗ってもらえたらいいなって思ってます。